今回は、地ならし発動後のライナーに対するみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。本当にしこれるよ。完全にただのセクシー担当になりつつある。ハンジ君はわけわからない状況の中頑張ったから楽にしてあげるね。ライナーが最近精神的に持ち直してきたのってこれが大きいよね。自分が楽になりたいからジャンを切れさせて殴らせるポーションみたいなもんだな。これで実際回復するんだから病気だよ。気持ちよく死んだ後あの世行ったらどんな顔するんだろう。ライナーはすぐ回復するからハードなプレイできていいよね。殴られて楽になっちまったよな。罰されたいナイスガイにはこれが効く。ライナー本当にすまなかったなぁに正直ぶっ殺してやろうとは思ってたピークエってダメだった。ここすごい優しいよね。ライナーが一番欲しい言葉をわざわざ言ってくれて。あそこのやりとりはお互い大人になったなぁとしみじみしてしまった。ちょっと爽やかじゃない。ここで許すよじゃなかったのはむしろ救いだと思う。こうやって兄がライナー相手に優しく笑って別れのハグまでしてあげるとか進撃とは思えないほど爽やかなやりとりだった。よかった、ライナーもうようやく楽になれるんだな。なんだかんだ言って兄とライナーは虐殺を共有してる仲間だからね。そやふってなる。マルコを殺させたくせに何調子のいいこと言ってんだこいつ。よく我慢できたな。穏やかなあの世の存在が分かったからなんとしてもライナーには死なないでほしい。よく我慢できたなって返しが100点満点すぎる。これは爽やかナイスガイ。ライナー一周回ってメンタル安定してきたな。一周どころか二周はしてようやく安定してない。メンタル安定っていうか覚悟完了っていうか、このライナーなら何かやってくれるんじゃないかという期待感がかなり出てきた。ちょっと前まではメンヘラみたいになってたのに立派になったもんだ。よく我慢できたな。ハセリフもさることながら表情がすごくいい。こんだけ暗い雰囲気でも笑わせられるライナーすごい。兄も読者も笑ってる。兄と読者の笑みの質は何か違うような。最近良い感じに死んで退場ムーブが来てるから乗りたがってると思う。だがライナーお前はダメだ。最近のライナーは希望に溢れてるよね。今回は死にたがりってわけじゃなくて俺しかいないまとな感じだったと思う。そろそろ死にたいってくらいひどい目に遭わせたくない。別にもういいかな。そもそも今の状況自体ひどいのご口だし。仲間がいるとメンタル安定してるよね。兄と軽口叩けるくらいには回復してるよ。何度殺そうと思ったか。え、ライナーは兄にも許されたし周囲にも自分のこと理解してもらえてるし多分今彼の人生で一番充実してる。辛い辛いって言いつつ結局立場は恵まれてんだよね。生きてるし他が悲惨な分一人でかわいそうぶってるようにしか見えないんだけど、作者の趣味は食って考えるとスカッとくる展開の前段階とも思えなくてな。兄にはずっと殺したかったと言われたしよかったね。ライナーは死にたいのも本心だしまだ死ねないのも本心、相反する二つの本心を持つ。きっとみんなそうなんだ。エルヴィンが地下室へ行きたい気持ちと仲間たちへの罪悪感で今更降りられない気持ちを抱えていたように。ライナーが一番まともになってきたな。爽やかな頃が懐かしい。ライナーの始めた物語を直視してもらうために爽やかモードは解除です。じゃあそろそろいいかな。ダメに決まっているだろう。殴られたり罵倒されることで調子が良くなる男。鎧の巨人にぴったりだな。ブラウンはまあ辛抱強いからな。回復させればまた苦しめられる。上げて落とすのは基本。ご褒美もらって精神が安定したか。状況がヤバすぎるのはわかるけどライナーと同期の会話もうちょっと見たい。ライナーを殴るとライナーとガビ山先生が回復するから赤獄的に殴るべき。ライナーは何のためにいるの。エレンに精神的ダメージを与えるため。できるだけ苦しんでもらうため。英雄になるのも世界を救うのもそのための舞台装置だよね。もしやライナー生き残れるんじゃ。ダメに決まってるだろ。生き残るに決まってるだろ。それが一番の苦痛なんだから。フロックが最後まで見届けてくれなかったのはとても残念だと思ってるよ。ライナーは多分ミカサールミンガビと同じラインまでは残る。ファルコとどっちが先になるかは読めないけどジャンコニーよりは絶対残るよ。死にたくなくなったところで死んでもらう。どの道寿命短いんだ。劇中では生かすぞ。どうせ曇る。奴は作者のお気に入りだ。ずっとパパナーかママナーがライナーの目の前で死ぬことを期待してるよ。タイミング的にはもうぺちゃんこじゃないかな。まああれのエルディア人だから南へ旅行とかはできないだろうし。なら妊娠してるヒストリアが現れてライナーの目の前で死ぬ展開か。ヒストリアの尊厳破壊は実際これからありそう。スクカーでもガンギマリダンスに土砂物噴射してたし。
死ぬ間際にカリナおばさんとライナー父が和解して父方の家族がライナーの存在を認知する展開か、最後のとっておきの曇らせとしてガビ山先生温めてそう。性に執着を作るための段階を順調に踏んでてな。曇らなくなった瞬間に死ぬよ。持ち上げないと落とせないからな。曇らせにも鮮度があるからな。常に逆境苦境で曇り続けていても何の輝きもない。逆にそんな後での希望だとどんなにか細くてかすかでもまばゆいんですよ。そこから突き落とすと最高の曇りになるんです。すごいですよね。青ひげかな。つくし教やめろ、ややめてください。チルドレイとつくし教の悪魔合体。感情的にならないように野菜は食べてね。大ダメージを受けるなら体力が少ない時より多い時の方が衝撃をたくさん味わえるからな。安心してください、ライナーだけじゃありません。あいつもこいつもみんなお気に入りですから。ライナーは曇る描写が念入りってだけで曇り度はどのキャラも大して差がないよね。この人類の形スケベすぎる。ガビ山先生調子良さそうですね。人類の形はエレン栄光しました。ライナーが殴られているところを見るとその下品なんですが、射精しちゃいましてね。勃起という過程を吹き飛ばすな。最低なキングクリムゾンでくさ。むっぱー。始祖の力で効果解除されちやったのて。兄とライナーの付き合いも長くなったからね、こういったやりとりが見れて、本当に復活してくれてよかったなって。まあ、今やることと明確な目的があるからな、そら余計なこと考えずに済むだろ。作者今はまだね。つまりやることと明確な目的がついたら、銃フェにとどまらず銃とホモセぐらいはやりかねん。いざとなったらこいつをケツにぶち込んでやる。まさかこの言葉は伏線だった。こっち向けコラッむかねえと、そのくせケツにこいつぶち込んで殺すぞ。ここは俺が。ダメに決まってるだろ。行ってよ芝居現場猫。じっとしてたら悶々と思い詰めてダメなタイプだな。何も考えずに体を動かしてる方が性に合ってるんじゃないか。英雄はっしょいじゃなくて殴ってくれるし、目的のために死ぬこともできるし、で今のライナーにとっては気楽だろうな。誠のガビガビというのは性的な状態ではなく変化の状態、かすかに見えた希望が絶望の扉によって閉ざされるその瞬間を言うのです。自分は罰を受けどこかで死ぬことで救われようとしているライナー、ダメに決まってるだろ。作中でもかなり時間が経過してるからそうなんだけど、だいぶ大人の色気が出てるよね。ライナー、ライナーがセクシーなのに最近気づき始めた。ライナーコラ画像めっちゃ好き。作者が混じってるコラは全部いいよ。多分最後は安らかにしてあげるんじゃないかな。先生の中では島から帰ってずっと苦しんでたライナーでガビガビしてたわけだし。ガビ山先生誰だろうと、私の永遠の絶頂パンツガビガビを脅かすものは許さないってライナーが生き続けるかもしれない。ピークちゃんって頭脳ってより肝の座り方と判断力がズバ抜けてる感じだが、さすがに年齢一桁からの仲間の最後の別れの言葉が殺してやろうと思ったは予測できなかったか。作中屈指のいいやつがベストコミュニケーションを出してくれたからな。ライナーは熱いうちに打てってよしな。苦悩の日々が終わってゴールが見えてるってのが大きいのかな。ライナーもうゴールしてもいいよね。俺もゴールぐらい潰せましたよ。だけった。全部ゲロってジェンにぶん殴られたり、兄に正面から恨まれたり、だいぶ楽になったろうな。そろそろ曇らせを追加すべきだ。顔面強打されるのがご褒美なの、本当に気持ち悪いよ。死なせてくれと思ってる時は絶対に死なせずに、死にたいと思ってる時は絶対に死なせる。半事故目と違ってこっちはかけるんだ。これはやはりカゴ。エレンみたいに未来が見えてない半事勢の行動は別に不自然ではないと思うけどね。ややこしいけど島民としての立場としてどうかと思うが、行動そのものは不自然でもないんだよね。未来見えてないし時間も何年かあったから、レベリオからのエレンとイェーガー派の行動は大暴走にしか半時勢には見えないと思うんだよな。希望を探そうとするのは不自然ではないと思う。ライナーで興奮することで一致してる。暇時間があると余計なことを考えてしまうからな。半時とかが爽やかに死んだの、絶対にライナーが生きて苦しむ前振りだと思った。落下行動を稼ぐためには上げないといけないからね。訓練兵時代みたいに前向きに犠牲になろうとして止められ、他の人が犠牲になるのを繰り返して生き残りそう。落とす前には持ち上げないとね。あとは英雄になるだけだからな。なお仲間は全滅する模様予定。あの日エレンが母を救えなかったが、今度はライナーが救う展開だろうね。ライナーがエレンのままになる展開か。パパはガビ山先生だしな。鳥かごの巨人に捨て身タックルしてエレンを叩き起こしてくれ。お前ならやれる。うん、うん、プロットアーモアタイタンだ。面構えが違う。アーモアードティタンからプロットアーモアードティタンになったの、ほんと好き。
作者だ、ダメだまだ笑うなこらえるんだ。弱ってる爽やかなイスがいていいよね。反撃開始といこうか。今度こそさすがに死ねるだろ。とか思ってそう。罪を告白して殴られてすっきりしたし、現在進行形で自分より悪いことしてるエレンという存在がいる。だからライナーの精神は安定するし、作者はサイドライナーを不安定にする楽しみができる。まあレヘン以降どんどん痩せてないか、あと髪も微妙に伸びてってる。身長がセンチ伸びたのに体重はキログラム減ってるんだよな。まあレヘン以降のライナーってこの情報だけで、まあレ復帰後も病んでるのがわかるのが悲しい。その情報をインタビューの途中で早口で話し始める伊佐山先生好き。ライナーオタク特有の早口。どうしよう今までライナーそこまで。ご送信すみません、今までライナーにそこまで興味なかったんだけど、ここ見てたらもしかしてライナーってかっこいいんじゃないかとか、もしかしてライナーって色気あるんじゃないかってちょっとずつ思うようになってきてしまった。やばい。その疑問はすぐに確信に変わるから楽しみにしていると良い。次のアニメ化でアニメ組にもライナーが知れ渡ると思うと頭ガビガビしてくる。見つかって、いや見つからないで。君の性癖は間もなく開国される。なんやかんやで生きる希望湧いたと思いきや、直後にしょうもない死に方思想、進撃界の敗北者団長になれるよ。メス行き団長ドラえもん。オルガママかな。ライナーが主人公のが良かったんじゃないか。あの二律背反なとこ、エレンよりよほど共感できる。ライナーが主人公なんだが、主人公が自分でも知らないうちに人格分裂発症してて、実は犯人でって完全にミステリー小説だ。こういうのには順番がある。多分盤メンタルやばいのはエレン。爽やかなイスガイが帰ってきた。これはまだまだ登ってる最中、てっぺんにはまだ遠い。まだライナーから出汁が取れる喜び。ナロー系とかでもあるが、ここまで心底から想像、神作者のカゴをいらないと思ったのはこいつが初めてだよ。英雄になっても生き地獄だな。俺はアニマンがまとめてるスレが話題にしてる作品のキャラの中でも、進撃のライナー、リベロのスバル、鬼滅の兄嬢、娘の友達のコウスケさんが好きなんだが、この人はただ尊厳破壊されてるだけじゃなくて、本人にも大なり小なり尊厳破壊されるだけの否があったりするんだけど、そこがかえって魅力的に映って素敵なのよね。兄にかばわれて生き延びそう。まともなリアクションをしてくれたジェンの功績は大きい。時々でいいから食われたベルベル君やポッコのこと思い出してあげてください。時は来た、それだけだ。ジェンがひたすらライナーを殴る同人誌書いたら買い占められたわ。ガイアはラミ、エレンの肛門をひたすら舐めるストーリー。うーんって、せっかくジェンが心と拳を痛めて丁寧に殴ったんだから、何事もなかったみたいにすぐ回復しないでしばらく苦しめばよかったのにって思ったけど、冷静に考えたらあの時怪我している暇なんてなかったんだよな。それを分かってたジェン、さすが兵士としても人間としても成長したな。だから目の前では回復しないで、みんなが見てないコマに映っていない地味にこっそりしているジェン、それも見破られているんだけどな。スレ最後のコメントがどのみち一族の改変で草。ファルコカカリにかばわれて長生きしてほしい、そして生き残った人類に英雄と称えられ、己のイメージとの乖離に一生苦しんでほしい、想像するだけで行きそう。ああそうか、今は自分を偽らなくてよいし、ジェンや兄に対してそれなりに見そぎは済んだからね。エレンの方が大事になってるし、今が一番幸せか。エレンを止める代わりにライナーが地ならしを引き継いでほしいな。できれば進撃の記憶も継承して、ヒストリアとも結婚して、ライナーをボコボコにしたことがジェンの成人ポイントを向上させてるの。めちゃくちゃくさ。